首の押し重熱、受け手の横右側に立ち、母指で後頭部から首の付け根の筋を揉んでいきます。線上に行いましょう。後頭部の押し重熱、受け手の右側に立ち、母指で後頭部の中央から耳の後ろまで揉んでいきます。揉む側と逆側の目の方向に行いましょう。肩甲骨上側の押し重熱、母指で首の付け根から肩甲骨上角まで揉んでいきます。下方向に線状に行いましょう。